ワインランドは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の南部、カンバーランド郡にある都市である。2010年国勢調査では、人口6万724人であり、2000年の5万6271人からは4453人、7.9%増加、1990人の5万4780人からは5944人、10.9%増加だった。 バインランド、ミルビルブリジトン大都市圏の主要都市であり、この3市以外にカンバーランド軍全体が入っている。2010年の都市圏人口は156,898人だった。バインランドは1952年2月5日に行われた住民投票の結果に基づき、ランディスタウンシップとバインランド、ボロの合併によって1952年7月1日に 結成された。合併が有効となった7月1日の祝祭では、パレードがあり、エステス・キー・ホーバー上院議員など著名人の挨拶があった。1861年、チャールズ・ケー・ランディスが3万エーカーの土地を、さらに1874年には2万3000エーカーの土地を、ミルビルの近くで購入した。カムデンとケープ名を結ぶウエスト・ジャージー鉄道に沿っており、 農業と進歩的な考え方に基づくアルコールのない独自のユートピア社会を創設しようとした。最初の住宅が1862年に建設され、フィラデルフィアやニューヨーク市への列車が走り、人口は1865年に5500人、1875年には1万1000人に達した。ランディスはアルコールの販売が禁じられている禁止町として設立し、 バインランドの土地を買う場合は、購入から1年以内に住宅を建てることを求めた。区画の2.5エーカーは、森が深いことが多く、開墾して毎年耕やす必要があり、家屋と道路の間には適切な間隔を空け、花を植え、街路樹を植えられるようにした。ランディスアベニューは幅100ヒート、長さ約1マイルで、町の中心を東西に抜けるように建設し、 他の狭い道路も互いに直角に交わるようにした。バインランドの土壌がブドウを育てるのによく適していると判断された後、ランディスはイタリアのブドウ栽培農家を誘致する広告を打ち始め、20エーカーの土地を提供し、開墾し、ブドウを育てることとした。トマス・ブラムウェルウェルチがウェルチズ・グレープジュースを設立し、地元で育てたブドウを購入して、 未発酵のワインすなわちブドウジュースを製造した。ここの肥沃な土地にはガラス産業も誘致されプログレッソスープ会社ができた。20世紀の前半を通じて市の大半は養鶏産業に関わり市はアメリカの卵の籠と呼ばれることになった。バインランド養鶏研究所はアーサー・ゴールドハフトが開業した。ゴールドハフト博士は 鳥糖ワクチンを開発して数多い鳥を救った後、万人のための富やお金と言い出したものとされている。バインランド養鶏研究所のゴールドハフト博士の功績により、世界の鳥を鳥糖から救うことに貢献した。バインランドはニュージャージー州で初の知的障害者のための学校、バインランド開発センターを作り、現在は東と西のキャンパスがある。 この施設には十分な介護者のいるコテージで精神的障害のある女性を収容している。精神分析医のヘンリー・エイチ・ゴダードがバインランドで発達障害と精神白弱者のための訓練学校にある研究所を指導している時に、モロンという言葉を作った。この施設は広く知られたので、1955年のアメリカ刑務所協会のパンフレットは、 精神白弱者に関する我々の知識に貢献したことで有名とバインランドを紹介した。バインランド氏は2011年に創設150周年を祝った。ロバート・ロマの市長は当初方々研市にあるカルロのベークショップのバディバラストロに特注ケーキを注文した。この店はザ・ラーニングチャンネルのリアリティ番組ケーキボスで紹介されていた。 地元事業主から抗議の声が上がった後、その注文は取り消され、バインランドにある5つのパン屋が、行事のためのケーキを製作するよう注文された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は69.029平方マイルであり、このうち陸地68.424平方マイル、水域は0.605平方マイルで、水域率は0.88%である。 ニュージャージー州にある市と呼ばれる自治体すべての中で、バインランドは総面積が最大である。バインランド市はディアフィールドタウンシップ、ミルビル市、およびモーリスリバータウンシップと接している。セーラム軍、グロスター軍、アトランティック軍とも接している。大西洋から約38マイルの距離にある。市内にあるその部分あるいは全部が入る、未変入領域としては、クレイビル、 ハンシズ・ブリッジ、リーミングス・ミル、メナンティコ、ノース・バインランド、パービンス・ブランチ、プレザント・ビル、サウス・バインランド、ウィロー・グローブがある。バインランド市には、ウクライナ人の社会があり、ウクライナ・エヴァンゲリカル・バプテスト教会や、その他ウクライナ系の教会がいくつかある。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バインランド市は、ホークナー法の市長、立法委員会の政府形態プラン A を取っている。市の成立から数ヶ月後である1952年7月1日に、検証研究委員会の推奨に基づき執行した。市長が市の行政部門の長であり、市政委員会が立法府である。市長と市政委員は、 ウルード氏の11月にある一般選挙の一部として無党派で同時の選挙で選ばれ任期は4年間である。2011年の委員会で成立した条例は選挙を5月から11月に移し市政委員の任期を事実上6ヶ月伸ばすことになった。バインランド氏はアメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第2選挙区に属している。衆議会会員では 1> 第1選挙区に入っている。2011年3月23日時点で、登録有権者総数は37,583人であり、そのうち13,388人、27.6%が、民主党に6,109人、16.3%が、共和党に2,059人、56.0%が、無党派に登録されている。 その他の政党は27人である。2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは15,299票、64.9%、共和党のミッド・ロムニーが8,074票、34.2%、その他の候補者が218票、0.9%という結果だった。登録有権者九千六百五人のうち、 23,880人、60.3%が投票し、289票が無効だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のバラク・オバマは15,743票、62.6%、共和党のジョン・マケインが8,862票、35.2%という結果だった。 登録有権者39,098人のうち25,144人、64.3%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーは12,506票、53.8%、共和党のジョージ・ W ・ブッシュは11,131票、43.6%だった。 登録有権者35,943人のうち23,253人64.7%が投票した。2013年ニュージャージー州知事選挙では共和党のクリス・クリスティの7,171票55.5%、民主党のバーバラ・ブオノが5,527票42.8%、その他の候補者が221票。 1.7%だった。登録有権者37,789人のうち13,243人35.0%が投票した。324票が無効票だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では民主党のジョンコーザインが7,457票、52.2%、 共和党のクリス・クリステが57,257票、40.1%、独立系のクリス・ダゲットが681票、4.8%だった。登録有権者37,092人のうち14,829人、38.5%が投票した。バインランド公共教育学区が幼稚園前から12年生までの公共教育を管理している。 この地区は州内に三十一あるアボット学区の一つである。これはニュージャージー州学校開発局の監督に基づき学校校舎の建設と改修の費用を州が負担することを要求するものであり SDA 学区と呼ばれている。二千十一年から二千十二年の教育年度でこの学区には十七つの学校があり九千七百三十四人の児童生徒が学び、 教師は常勤換算で895.0人。生徒、教師比率は10.88対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。カンバーランドクリスチャン学校は、バインランド市内にある、私立教学全日制の学校であり、幼稚園前から12年生の児童生徒を教えている。1946年に設立され、 自動生徒数は1000人以上である。市内には他にカトリック継承学校が2校ある。ビショップシャド地域学校とセントメアリーズ学校である。9年生から12年生にはセークレットハート高校もあり、すべてローマカトリック教会カムデン教区の監督課に運営されている。エリソン学校は私立無宗派教学前日制の学校であり、 バインランドのサウススプリング道路沿いにある。幼稚園前から8年生まで約120人が入学しており、活発な学術教育と低い生徒対教師比率で知られている。1959年に設立され、1968年に現在の場所に移転した。2008年、雑誌フォーブスは、バインランドをアリゾナ州レイクハバスシティに次いで国内で2番目に、 教育の足りない都市に挙げた。ランディス劇場の玄関ビサシバインランド市の一部は都市産業ゾーンに入っている。このゾーン内で雇用を促進する運転に加えて、店舗は消費税を通常の7%の代わりに3.5%とすることができる。バインランドのメインストリートはランディスアベニューである。伝統的な中心街はランディスアベニューと大通りの交差点から東西に、 ツーブロックである。大通りは南北方向の鉄道本線に沿った一組の道路である。鉄道はバインランドと南のケープ名、北のカムデンやフィラデルフィアとを結んでいる。このアベニューと中心部が長年衰退していたが、近年は活性を取り戻す動きが行われてきた。新しく建設されたのは交通センター、裁判所、郵便局、 小学校とコミュニティセンターであり、また、歩道の上級化が進められた。2005年、バインランドはメインストリートコミュニティに指定され、この集団の働きを通じて、建物とファサードの改良、企業の保持、マーケティングにより、この改良を継続する資金が確保され続けている。2010年5月時点で、タウンシップの中には、総延長335.15マイルの道路が、 ある。そのうち百三十四点七三マイルがタウンシップの保守に八十点五四マイルがカンバーランド郡九点八八マイルがニュージャージー州交通省二2.79マイルがニュージャージー州ターンパイク管理局の管轄である。ニュージャージー州道四十七号線は市の東側四分の一を南北に九点五マイル通り南のミルビルと市の北端にある グロスター軍フランクリンタウンシップとをつないでいる。修道55号線は、ミルビルから市内に入って1.4マイル走り、ミルビルの方向に戻ってから、再度バインランドに入り、西部境界に沿って8.8マイル走り、北のセーラム軍、ピッツグローブに向かう。修道56号線は、ピッツグローブタウンシップから市内を横切り、修道47号線で、東の終端となる。 軍道5 4 5号線は西のピッツグローブタウンシップから市内に入り8マイル進み東側境界からアトランティック軍のブエナビスタタウンシップに出ていく軍道552号線は市の南セグで接するディアフィールドタウンシップから市内に入り10.8マイル進んでモーリスリバータウンシップに出ていく軍道55号線は ミルビルから市内に入り、8マイル進んで、フランクリーンタウンシップに出ていく。ニュージャージートランジットのバスでは313系統で、ケープ名やフィラデルフィアと結ばれ、408系統で、ミルビルやフィラデルフィアと、553系統で、アッパーディアフィールドや、アトランティックシティと結ばれている。一般用途空港として、バインランドダウンスタウン空港が、 中央事業地区の北東4マイルにある。クリーリンガー空港は北3マイルにある。バインランドで生まれ、居住し、あるいは密接な関わりがあった著名人は、以下の通りである。ありがとうございます。